ーでめきめきと頭角を現している菊池。スタートゲートオープンしました。どっちだ。さあ菊池、どんな表情を見せるのか。これいいじゃない。あっと、この表情、これは期待が持てそうだ。果たしてどうか。はい、お願いします。エレベーターの下にはローションスライダークイーン断末魔の表情。めっちゃ金かかってるやん。キング、キング、いつの時代も世のキングたちは足元を救われてきた。どうですか、この地獄においてもキング、すべてを悟ったかのように、表情は安らぐ。生まれてきた。芸術的な美しさ、そこにはある。芸術点半端ないですね。さすがメガネ。スタートゲートに向かいます。高校ダイエット、チアリーディング部に所属。鍛え上げられた筋力と柔軟性、果たしてどこまで記録を伸ばしていくのか。さあスライダー、準備運動をしてゲートイン。ラブリーの特技は乗馬、ヨガ、バランス力には長けております。菊池の柔軟性を破れるか。さあスライダー、どうか。そして何といっても圧巻だったのは2回転のダブルアクセル。ラブリー前人未到の 20m を記録。騙された大佐です。これローソンスライダー選手権です。優勝したら何かくれるんですか。多分出川さんが褒めてくれると思うんだけど。さあ松本、まもなくゲートインです。さあ、菊池、まもなくゲートイン。さあ、いった。さあ、菊池、まずはその表情に注目です。来た。前回の記憶を呼び覚まし、わずかこんな4秒で西田を入れてきました。今、定評があります。私もだよ。さあ、いった。よしき、子供の頃から民謡をやっているそうですが、果たしてそれがスライダーなんだろうね。この音楽を表している菊池、スタートゲートオープンしました。どうだ。さあ菊池、どんな表情を見せるのか。これいいんじゃない。あっと、この表情、これは期待が持てそうだ。果たしてどうか。静かにゲートに入ります。趣味は乗馬、日本舞踊という橋本、ボディバランスには長けていることでしょう。初な想像ですが、ローションとの相性に。それはゲートイン。ご覧ください、この野獣のような表情。スタッフの下馬評では優勝候補一等です。
それではゲートイン。いけた。特技は乗馬にヨガ、趣味は盆栽に登山というラブリー。そのポテンシャルを発揮できるか。美の部門も取って二冠となるか。最近は彼女にただ怒られることが番組になるなど、男どもの視線を釘付けにしている吉木、期待が持てます。最も欲しがり福地亜美、次期クイーン候補。そうですね、そうだね、芸術点が。さあ吉木、まもなくゲットイン。さあ福地、まずはその表情に注目です。菊池亜美、この仕掛け3回目ですが、果たしてどうか。さあ菊池、まずここ